はい、どうもゆうたです。今回はこちら、じゃん、パーソナル。おっとっとっと、ステアリングですね。パーソナルってどこのかっていうと、ナルディっていう、まあステアリングで有名なメーカーですよね、のパーソナルっていうやつの、なんだっけな、ブリッツっていう種類のステアリングだったっけな。ブリッツのレザーかなですね。こちらをちょっと取り付けていきたいと思います。で、こちらのワークスベルのあのラフィックス2ですね。あのハンドル、スタイリングがあの脱着式のやつですね。でこちら色がシルバー、ブラック、レッド、ブルー、オレンジってあるんですけど、ちょっとレッド定番かなと思って、箱はレッドなんですけど一応ブラックを買ってます。だからこちらがボスっていうのかな、ボスですね。ここにあのステアリングつけるやつで、ラフィックス用のショートボスがあるんですけど、ショートだと多分ハンドルが今遠いんですよね。僕背でかいんで、シートが目いっぱい後ろ行くんで、ハンドルがちょっと遠いんですよ。なんで手前にハンドル来るようにちょっと長いやつを買ったので、それをちょっと取り付けます。こちらですね。はい、こちらです。これもちょっと開けようかな。あとセキュリティのやつ、キーロックシステムっていうやつ、これですね。これシルバーのやつ。これハンドル取っても多分簡単にハンドル持ってくればつけれちゃうんで、ハンドルつけれないようにこれでロックするやつを買いました。最近ちょっと VAB の盗難をよく聞くんで、だんだんね VAB も盗まれるようになってきちゃったんで、まあ盗難対策っていう意味と、まああとはちょっとこのダブルアレックスのハンドル、個人的に僕ちょっとすごい握りにくくて持ちにくいんですよ。結構このハンドル持ちにくいって方結構ちらほら見るんで、聞くんで、ちょっと楽しみですね。でまずこのステアリング取っていきます、エアバッグと。でこれエアバッグ作動しちゃうんで、バッテリーマイナスを抜いてあります。もう10分以上経ってるんで放電は済んでると思うんで、3箇所あるんですけど、僕もやったことないんでわかんないですけど、この穴にピンがあるみたいで、全然わからん。これどうやって取るんや。エアバッグ作動したら怖いなこれ。怖え。全然わからんやん。
ってとんだろう。全然見えない。あそこのピンかな。やばい、これ奥に入りすぎて。なんか民からでやってる人いたんでちょっと見たんですけど、難しいな。全然わかんないわ。はい、今一応ここ3箇所あのエアバクトル穴があって、中にピンみたいなバネみたいな感じになってるんですけど、それを取るのがちょっと苦労しました。よいしょ。なんだこれ。どうやって取んねんやろこれ。こうなんかマイナスで引っ張るっぽいっすね、黄色いの。入らねえな。よし、抜けた。あとはこれを取りたいんやけど硬い、めっちゃ硬い。あ、取れた、取れました。じゃじゃん。結構重いっすね。でそしたらこのカプラーを抜くのかな、抜くのかな。あとここ17ミリですね。ハンドルが多分動いちゃうみたいなんで、あ、動っ、あれ？もう緩んだな。緩みました。なんかあっさりで、ナットがついてるうちにちょっと固着してるんで、ハンドルを手前に来ないようにちょっと引っ張っておきます。よし、来た。で、ナットを緩めます。取れた、取れた。こんな感じです。はい、よいしょ。んで、これをどうすんだろう。はい、次、ス
ステアリング取ったんで次ボスをつけていくんですけど、これがホーンのやつかな、ホーンの配線だと思うんで、次はエアバッグキャンセラーですね。これを挿します。ちょっとテープで止めておきます。あとはこのボスですね。ここに三角のマークがあるんで、これが一番上側に来るように。よいしょ、こんな感じかな。よいしょ。取れそうで怖いな。で、付属のなんかナットを使って欲しいみたいですね。書いてありました。で、締め付けトルクが30から40みたいなんで、いくつだ、34ぐらいですね。結構閉まるな。あ、来た。こんなもん。こんなもんっすね。あ、これなら抜けなそうだな。確かに。大丈夫そうですね。ではこれをかぶして。で、次ラフィックスをつける感じですね。はい、そうしたら次はラフィックスをちょっと取り付けていきたいと思います。で、ホーンの配線これですかね、をちょっとつなげます。
したらこちらの本体側ですねをこちらのボルトで止めていきます。で、一番上にここにちょっと丸いポッチの矢印があるんで、これが一番上のトップの印になってます。ネジが6個ですね。付属の六角のやつがついてるんで、それで締められます。はい、着きました。なんかずれてる感じがするな、まずいな。で、次はこれかな。これっぽいね。これも上のところにここにポッチ丸いのがついてるんで、いって、はまった、やられたぜ。で、これで、あとはこのホームボタンのやつを一緒に締めるのかな。そしてこれを、黒がアースマイナスかな。で、つけて、これをこういう感じでやるんじゃないでしょうか。合ってるか、これ。あ、こうか。こうかな。ちょっとボルト1本入れてみて、さっきまで雨降ってたんですけど、なんかもう止みましたね。一応来週に富士スピードウェイの本コース走りに行くんで、これからちょっとエンジンオイルの交換もしちゃおうかなって思ってます。よし、はまったな。これであとホームボタンどこやったっけな、あった。これをつけて、うわ、これ変なとこにアースついちゃったな。これで、おい、入らないか、もしや。入らないっぽい。さらに本までならない。ありゃー、入らないの、これ。これが、あ、これ取らないとダメよ。これがハマっとるやん。あらららら、らダメだ、やり直し。はい、で、ウィンカーレバーポジションアップキットっていう、こういうやつ、これ台形産業、台形、あの有名な台形のやつですね、をここにつけることによってレバーがすごい近くなるってやつですね。これをちょっとじゃあ今つけていきます。よし、じゃあまずこちらのこれをつけていきます。はい、で、それでここ挟むところに、ここに滑り止め用のゴムみたいのあるんで、ちょっと貼り付けました。で、あとはちょっとじゃあ
取り付けていきます。プラスのドライバーで締めるタイプなんで簡単にできますね。裏がナットになってるんで、あとまあやりやすい位置に変えるって感じですね。まあ、こんな感じで、うん、大丈夫かな。これでちょっと締めちゃいます。これいろんな色あるんですけど、ちょっとごちゃごちゃするの嫌なんで黒にしました。結構派手な色つけてる方もいらっしゃいますよね。はい、じゃあ一応ステアリングこんな感じでつきました。でホームボタンがここのなんか突起がここに当たっちゃって奥まで入りきらないんで、ちょっとそれは後日加工してつけようかなって思います。であとはこれ外した時、まあ誰でもこうハンドリング、ハンドル持ってくれば盗めちゃうっていうことで、このロックこれをはめてステアリングがつかないようにするやつも盗まれないようにってことでこれも買いました。これならね、あのハンドルステアリングをこうやってつかないんで、あの盗難対策としてあの最高だと思います。でロック解除するときはこれがちょっと回すとこっち側に飛び出てきて、でここロックって書いてあってこっちオープン、こう回してここのオープンってやると取れます。でこれをロックに回して、で鍵を抜くと取れませんっていう感じですね。はい、じゃあこんな感じになります。じゃあステアリングちょっとついたんで、せっかくなんでちょっと走ってみたいと思うんで、ちょっとあのいつものテストコースでちょっと走ってみたいと思います。はい、一応乗った感じですね。まず握りやすさ、あの WRX の純正のステアリングはあの D 型っていうんですかね、あの D の形みたいなハンドル で結構太いんですよね。でここのなんかあのスイッチとかあると思うんですけど、ここが分厚くて、あのなんて言うんだろう、ここの幅が太くてこうかなり上、親指のこうかける位置が結構こう上に来ちゃうんですよね。そうなると10時10分ちょっとこういう感じになっちゃって、この僕平行が好きなんですよ、ここの手の位置が。で親指がここ結構すっぽり引っかかるんで、すごい持ちやすいっていうのと、あとハンドル結構 D 型 WRX の純正は太いんですけど、これ結構細くて持ちやすいんですよね。でこの裏の形とかも指がこうフィットするような感じになってて、すごい持ちやすさはかなりいいですね。であとはまあハンドルこう握ってみて、まあ別にそんなに違和感はないんですけど、ちょっと純正よりは重くなったかなっていう感じはありますね。まあちょっとですけどね。で
スの専用のボスがあるんですけど、それは普通のやつよりあのショートなんですよ。ラフィックスってもともと多分ボスがこう太いというか長いんで、多分それで専用のショートボスっていうのがあるんですけど、僕結構席後ろにちょっと背がでっかくて、足がちょっとやっぱ普通の人より長いんで、シートをかなり後ろにするとステアリング遠いんで、かなり手前にしたいなっていうのがあって、ちょっとあのショートボスじゃなくて普通のボスにしました。太いやつに。そうすることによって結構かなりハンドルが手前にこっちに来るんで、かなり操作性がやっぱりいいですね。やっぱあのプロの GT マシンとかもそうですよね。かなりこう手前でステアリング握れるようになってますもんね。やっぱりプロの方も言うように、こう何かあった時にこうすぐ対処できるようなこうステアリングの位置っていうのは本当に大事だと思うんで、かなりステアリング手前に来て操作しやすいので、かなり満足してます。であとはまあこのラフィックス盗難防止にもなるんで、ハンドル取ってあの盗難防止のキーロックですねをつければ盗まれないっていうのもあるんで、かなり満足してます。感じも全然違和感ないですね。むしろ本当走りやすいんで最高です。Whoa.